でも先日もおっしゃってましたが、今も言及されてますが、随意契約の可能性について触れてらっしゃいましたけれども、まあ、維新発作でもですね、密室の談合を排した行政プロセスの可視化みたいな、要するに、まあ、そういうオープンな政治姿勢を、まあ、知事は信条とされているかと思うんですが、このあたりとの整合性についてはどのように考えられますか。だからそのまさにオープンな政治というのはそれ手段です。で、僕らの目的は大阪を元気にしていく、大阪を景気回復させる、とにかくまあ楽しい大阪を作っていこう。それが今のオープンな手段で今回否決をされたわけです。じゃあ大阪の成長のためのそういう民営化をね、じゃあもうやめますよと。僕はそれはね、いくら、まあ、今回こういう思いしてもね、やっぱり僕はそれは目的としては大阪を元気にするということを府民の皆さんと約束したんでね、これはもう続けざる、続けていくと。そのための手段が、オープンで本当に民の力を使いながら、そういう形で決定したものが議決されたわけですから、手段を変えなければならないところもあるんでしょうね、ただその手段を取るにしても、できる限り情報を開示しながら、最後は、まあ府民の皆さんに、まあ、そういう密室じゃないかと、おかしいじゃないかと言われれば、それでね、僕は全部責任取りますよ。随意契約の件について、いくつかやり取りがあったんですが、その随意契約の対象としてですね、モンスターが入っている可能性については、今、知事としてどうお考えなんでしょうか。これはもうどこを排除するとか、どことというのは一切まだ考えてはおりません。まあ、今回議会の判断としては、そのモンスターという議決をしてしまって、そこの、まあ、議決内容というのを、まあ、ある程度踏まえた上での対応というのがせざるを得ないということですが、それでも現段階では排除していない。排除しません、はい。排除するというのは、もう外資を排除するということですよ。まあ、そういうことは今の時点で考えてはいません。その随意権が望ましいという、まあ、望ましいとは言ってないですけど、随意権を、まあ、検討課題に挙げる理由というのは、どこにあるんでしょうか。公募を否決されたからです。これだけ公正公平、そして府民の利益の平等、こういうことを考えながらね、やってきた公募を否決されたからです。で、このままは、だから何度も言いますけど、このままね、止めるわけにはいかんのですよ、大阪のために。だからです。随意契約になればなったでね、もう大批判ですよ、僕にも。でも止めるわけにはいきません。ありがとうございます。